第3章輝く監獄。いやー、巻き舌はできないんですよね、俺が頑張って練習してできるようになった巻き舌はね、マシンガン負け舌っていうのがある、それを披露するのは、今回ではないけど、輝く監獄ってなんだろうな、なんか完全になんだろう、俺のイメージ的にだけど相対するものだけどね、かっこいい美人かっこいい、グランドグラガバガバんガバガバレット、読めないね、一生読めないんかってぐらい読めなかったね。でギター弾きながら右足で動いてんのダサくない？どういう時代背景なの？全くわからん。何が始まったの？ちなみに前回何で終わったか全く覚えてない。キャバクラかな？キャバクラか。お前死ぬぞ。やばいな今の。氷入れるとこに酒入れてたよ。あらの大変そうやな。うわー、いやだー部族か。あらららら。これ谷間ない人はどうすればいいの？谷間ない人にはやんないんか。バブルだね。3、40万投げてない？俺の2ヶ月分の給料なんだけど切れそう。へえ、こりゃすごいね。モブ顔だな。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何をナンバーワンの店です、ね、何を？蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて。あ、そっか、タコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。蒼天堀って書いてあったのさっき、巻き舌の話してて忘れてた。遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。大阪？ささ行きましょう。そんな大阪来たんだろうな。てか先生ってなんだ。でもさ、これ小説家かな。本当に大丈夫？めっちゃ小説書いてそうじゃない？こっちってこれもん多いって話じゃない？これもんそうなんデジモンポケモンとね、双璧をなすね。もう先生、なんで言うたら信じてくれはるんですか。ヤクザが登場人物の、ね、そういうゲームがあるんですよね。これもんっていうね、あの大見連合、最初に、ね、3匹選べるんですけど、あのほっぺに傷が十字であるやつか、まあ片目なくなってるやつか、あの左手の小指がなくなってるやつ、どれか選べるっていう、でどれを選んだかによってストーリーがちょっとずつ変わっていく。まあそんな感じの。やっぱり私帰るよ。ごめん、一切聞いてなかった。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心。折り紙付きです。折り紙付きってなんで折り紙付きって言うんだろうね。そういう豆知識知りたいよね。なんか あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。確かにヤーさんない。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、左手めっちゃ輝いてる。まずは座って一杯やりましょう。何の能力者や。ほらさあ、ライト出せ。いいよね、小心者なおっさんやね。小心者なのに荷物を預けられるんだ、すごいね。時計つけてないな。すごい変な動きしたぞ今。おしぼり。こんばんは。失礼します。失礼します。あら、美人。美人なだけだけど。いや、こんばんはどうです、女の子も粒ぞろいですやろ。まあでもこう見たらそうでもないな。この方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。どこだろうね、東京の。やっぱり偉いさんなんや。 NTT かな。なんか貫禄ある思た。東京から来たんですか。なんかさ、目細くて関西弁だとちょっとね、こっちにはよきはるんです。ちょっと出てきちゃうよね、あの2の僕の好きな女の子、ね、いや今回はたまたま出張でね。あ、饒舌になった。ここもこの人に無理やりね。あら、まあそう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。タッチすな。頼むで。おっぱいツンツンすな。パイツンすな。責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。表情すごいね。これ何の時間、これ始まって5分。シャンパンで10万か。大きい会社のお偉いさんって言ったからね。するもんだね。そしたらまずシャンパン行っときましょうか。おいおい、大丈夫か。
10万だぞ。大丈夫大丈夫。なんか女の子の前でお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。そういうお金の話で竹みたいな話するのはタブーみたいな話してたな。一本でええんですか。じゃあ30本で。せやね。東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。30本でじゃないっす。大阪の人間がケチや思われますよ。うまいな君ら。うんうん、なるほど。耳飾り確かにその通りや。ピアス可愛いなあれ。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前。今一瞬空気ピリッてしたな。一瞬だけ。うわー、瓶直飲みかよ。お前ガラスでのグラスで飲んで出すやろ。これどういう気持ちなんだろう女の子って。キャバ嬢の人います？賑やかでいい店じゃないか。シャンパンって美味しいのっていうか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。お酒飲めないんですよね。ほろ酔いでガチ酔いするからさ。この店が有名になったんはつい最近なんですよ。一本で結構クラクラしてくるから本当に飲めないんだよね、少し前に支配人が変わってそこから急に。ほーん、ピアス可愛いな。シャイニンくらいでそんなに変わるもんかね。肩組むなお前。それが引き抜きから何から引き抜き、ちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで。へー、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうた。手腕すぎるでしょ。ほう、まるでキリュウちゃんみたいな。随分やりてみたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。やばいな。そうなのかい。さやまちゃんのせいで目が細い女の子が好きになってきちゃった。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。そうか、東京の上出しな。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。え、ちょっと触るくらいいいやろ。何してんの。うわぁ、おっぱい揉んでる。もう、すごい。裏山。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。ゴリラみたいな顔しとけよな。お客は大概に銭湯。あら。大概に銭かったら何やっちゃうんだ。とんでもないやつが出てきたな。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。自分のこと神様だと思ってるやつか。このボケ？おいおい、すごいな。全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。絶大なだな。なんでそんなこと言い切れるんだ。絶大な信頼を寄せている。出てくるからですよ、彼が。どなた？全くわからんが。わ、かっこいい。クロコダイルの革靴。ちょっと待って。声上げちゃった。え、ちょっと待って。え、真島さん。え、真島さんじゃん。あ、真島さんのお店。あ、そういえばなんかキャバクラとかどうのこの言ってた気もする。あら、オールバックで似合うね。彼ってあの男か。あれはただのケツ持ちだろう。ケツ持ちって。お客様。え、誰。本日はお越しいただきありがとうございます。そんな声出したの。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。ケツ持ちって何。ケツ持ちの説明お願いします。よく間違われます。ですが違います。シャーみたいな声だ。せやったら何やねん。シャーみたいな声だな。支配人、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。こんな声なんだ。え、あれが例の。めっちゃシャワーみたいだな。この店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても仇です。え、仇なんだ。それよりもお客様、いつヤクザになったの。それ言いますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。え、マジで見せてもらおうかって言ってもらっていい。気に食わんちゅうやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。
お客様は神様ですから。なるほどな。マジでモブだな。ええ心がけやないか。すごいダサいなこいつ。おお。お前さんのその心構え気に入ったわ。その酒が何か教えていただきたいですね。こいつはおごりや。たーんともいい。あら、目開けてるやん。やば。絶対痛いでしょ、目。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。あ、やばい、ここからもう狂気だ。狂気あったわ、ちゃんと。よかった。あ、狂気もあるし強いと。お客様、重ねてお願い申し上げます。いつ乾いてん。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。表情がすごいな。もしこれ以上営業妨害されますと。したらなんやっちゃねえ。しゃあないの。うわあ、いっちょ景気のやれや。あ、真島さんや。やっと真島さんに乗った。俺の知ってる真島さんや。俺もやってみて。これうわぁ、俺も回したい。あれ、そこまでお客様がお望みなら、この真島僭越ながらお相手いたしましょう。敬語似合わね。私からは一切手出しはいたしません。何あ、真島パートか。これお客様は神様ですか。まだそんなこと抜かすか。割れた音入れ。ショータイム。ああ、真島さんや。よかった。これか。何するんだろうな。おお。後ろでございます。かっこいい。後ろでございます。真島さん、執事でも似合いそうだな。敬語似合わないけど。かっこいい。かっこいいな。やっぱ真島さんっていいよな。おしぼりです。このタイミングでおしぼり渡すやつ真島さんぐらいしかいないだろうな。なんなんやお前は。あ、くそー。おこの…あ、危ない。なめんなよ。危険ですのでこちらはお預かりいたします。かっこええ。かっこいいな。ありがとうございます、支配人。なぜこの野郎。警察に突き出してやる。混ざりてえ。俺も拍手をしたい。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ほう。ですが、ほう、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。人格者なのか、それとも演技なのか。そこでどうなんだ。お客様に一つお願いがございます。お願い。俺に、はい。夜の世界の流儀として俺に酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。どういうこと。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。とんでもないお金になりそうだけど。総店製薬営業本部長様ともなれば
年間接待費は億をくだらないはず。すごいな。それ俺の。いつの間に。こんなやつが。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。なんてことだ。真島さんの。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。なんてこったよこれ。もうわかんねえけど拍手しとこうみたいな。いやまあちょっと何言ってるかわかんなかったけど、まあただだし。ありがとうございます、ただらしいかな。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。てか製薬の何、勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。なんだかんだが年収1億もあんの。すごいな。では引き続きどうぞお楽しみください。あ、かっちょえ。あれがここの支配人。もう、器がおちょこの俺とも段違いだなこれ。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。嘘つけお前。彼を見るとみんなそう言います。まあそりゃそうだろうな。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。なんでヤクザになったんだろうな。マジで気になるんだけど。それを今から教えてくれるってことか。なんてことだ。あ、なんぞ。あ、さっきの場所でっけー。ここの支配人なわけでしょ。とんでもねえなマジで。あ、真島さんじゃん。あ、でも雰囲気は真島さんだな。さっきの凶器良かったな。酒浴びせられたところ、あそこすげえ真島さんだったな。似合うぜ、タバコが。セブンスターかな。なになに？音おかしくない？人でも入っとんか。真島さんパートか。テンション上がるな。肌綺麗だな、おい。肌綺麗すぎるだろ。真島さんいくつ？いや何の時間だよ。教えてくれ、今が何の時間か。喋る内容を教えてくれ俺に。巻き舌の話。支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。あ、店長だったんだ。フロアどうや、落ち着いたか。はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。でしょうね。そうか、あいつら怪我は。いえ、突き飛ばされた小野のやつもこれといって。あ、小野は店長じゃねえんだね。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまれて何もなしじゃ、モチベーションガタ打ち。見てる、はい、それは先んじて伝えておきました。店長ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っとけ。ドアホ名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。店長やり手か。スタッフは最近どんなんばいや。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。桜子なんて本当にいるんだ。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいな。私からも話はしてみたんですが。裏の真島さんは真島さんだな、ちゃんと。あったあった。
俺からも話しとく。すみません、なんだろうな、店長の前とかでしか喋らないんかな、こういう話し方では。うわでも表情も真面目になったな急に。しゃあない、本人に直接会いに行くか、控え室におるやろか。いやー若からし頃の真島さんやで。おい、あ見れないんだこれ、自撮りってできないっけ。ちょ、あここなら真島さんよく見れるじゃん。真島さんかっこいいスーツ姿、裸にジャケットではないんだな今は。てか髪の毛も長いんだね昔はね。なんでそんな落ち武者みたいな髪型してるんだろうな。もう落ち武者に比べるんだったらちょっと前髪はちゃんと生え揃ってるけど、まあ行くか。うわすごい豪華だねこれね。えこれ何、これこれこれ何これ。語彙力ないんか。この実況者やめちまえ。マジで、あここ、あありがとうございます。なあちょっとええか、いいだろう。何その口の中に飴玉飴玉含んでるみたいな。え、あ死骸にすいません何でしょうか。今多分飴玉をね急いで飲み込んだんだろうね、うん、ちょっとカナエを呼んでくれんか、話あるんや。どこぞの鬼滅みたいな名前やな。そういえば、はい分かりました。どうしたん、何そんな困ってるの、トイレ行きたいんかな。なんやつ営業中やのにポケットしようって。やっぱ普通に真島さんだな。お顔でか、え、ああ、支配人お疲れ様です。え、なんか、え、これ、え、カツラかぶってない。カツラかぶってない、すっごいアンバランスな体やな、この人。おう、かなえちゃん、あの、うちに話って何です？ヤマトンダジシコみたいな顔してるね。褒めてるよ。確か桜子と揉めとるんやったな、何から話したもんか。桜子？とりあえず叱る。いや、褒めとけ褒めとけ、わかんねえから。今日もまたごっつかわいいの、どこのアイドルかと思うとは。それはちょっと、うん、そんなことも。嘘や、そんなお世辞は張ってもお客さんやない人にはサービスできませんよ。お客さんにはサービスするのな、ムネムネくせに。ね、待って、もうスーツ出さない、え、スーツダサくない、あの折り紙で作るさ、イカ飛行機みたいななんか襟してっけど、すごいダサい気がする。なんや言うて、その人はひどい、ほんまにお世辞やったんですか、うちめっちゃ傷ついたわ。いやお世辞に決まっとるだろお前、あつぼって唇しやがって、俺かよ。ちゃうちゃう嘘ちゃうって、今度ご飯をご馳走してるから許してえな。金持ってんね、ほんまですか、支配人大好き。あほらし、はい、ほあこれどちらも型パターンか。店に入ってからそろそろ1ヶ月経つやろ、だやグランドはやっていきそうか。あグランドって、そうですね、前にうちがいたとこと比べて箱が広いから初めはめっちゃ大変でしたけど、最近はもう完全に慣れた感じです。やるね、仕事ができるタイプ、でも服はダサいタイプ、そして顔もうち目当てに通ってくれはるお客さんめっちゃ増えてきてるんですよ。へえ。そっか、本ならよかったわ、さすが北の露天でナンバーワンやった子や、俺の取り越し苦労やったかな。ナンバーワン、そうだろ、え、何のことです？いやー実を言うとな、入って1ヶ月っちゅうのが一番揉める、ん？一番辞める子が多い時期なんや、せやからちょっと心配してたもんでな。まあ1ヶ月はね、確かに辞める人多いよね。最近ね、その、まあ、おじいちゃん入ってきたんですよ、うちの職場に、うん、で僕がね、あのなんか教育担当になったんですけど、1日で辞めましたね。次の日に、あのついていけませんみたいな通達が来ました。そんな心配ないですって、うち全然辞めるつもりありませんもん。桜子ってババアが先輩風吹かしててムカつくけど、別にあんなん眼中いないし。うわ嫌いやわ、気持ちはわかるけど嫌いやわ。ババアと来たか、これは事態は深刻やな。まあ、先輩風吹かしてくるやつがうざいのはすげえわかる。でもうん、そう言うなよ、桜子はグランドでもベテランや、面倒見ええからしゃってる子も多いし仲良くしたらいいやん。うちそういうおせっかい焼く人嫌い、もう取り巻きの子もおるし、うちはうちのグループ作るから関わりたないわ。でも同じ職場でそんなことも言ってられないよね。わかるけどね、おせっかい焼く人ってさ、おせっかい焼いたことを、まあ、おせっかい焼いたことに対しての 何が言いたいの。ちょっと待って、カットするわ、カット。まあね、このおせっかいめっちゃ焼く人っていうのはね、前におせっかい焼いた時に成功しちゃってんだろうね、そのおせっかいをしたっていうことをね。
それで他の人もおせっかい焼いたら私のこと慕ってくれるみたいな、ね、多分そういうことなんだろうな。鈍いやっちゃな。説教されてることに気づいてへんのか。いつの間にかタメ口になってるし。まあプライドだろうね。前の店でのナンバーワンっていう。いや、遠回しに説教するのはね、こういうタイプにはダメだ。ストレートに説教しよう。ここは一応はっきり言うたろか。あかんで、かなえちゃん。そこはちゃんと空気読めなあかん。え？いくら仕事ができて人気者の子でも、先輩、先輩。真島さん、大事な時だから構わない。先輩を慕う気持ちを持てへんようやったら、そのうち周りは敵だらけになってまう。敵だらけもねえやん。じゃあ別に他の子と仲良くなりたくてここに来たんとちゃうし。なんや。かなえちゃんはその程度の子やったんか。それはがっかりやの。どのうち長く続きそうにないな。どういうことですか。うちなんかあかんかったん。思った通りや。この子がこの子はもともと競争心が強い。煽った方が、ん、煽った方が効果的や。煽った方が、そうなの。ええか、俺はかなえちゃんに桜子と友達になってほしいわけやない。ライバルになっていってほしいんや。せや、それもただのライバルやない。互いに切磋琢磨し合って、周囲の人間にもええ影響を与えるような関係や。今で言うと、虎杖と、めぐみみたいな感じかな。あれ、ライバルなのかな。俺、恋人にしか見えないけど。めぐみってヒロインなんだよね。今の二人は互いが邪魔しようてるだけで、周囲の迷惑にしかなってへん。めっちゃストレートに言うな。そのような子を南北客に人気があっても俺はいらん。グランドに必要なのは客にも女の子にも人気のある子や。客にも女の子にも人気のある子。いやまあ、とりあえずカツラかぶるのやめればいいんじゃない。かなえちゃんやったらそんな子、そないな子になれる。せやからこない口酸っぱくして言うてるんやないか。まあね、期待してるやつにしか怒らないって言いますからね。だからうちの職場の先輩たちは僕を一切怒りません。シャイニーごめんなさい。うちが子供でした。これからもっと周りのことも考えられるような女になります。やから許してください。まあ反省してるならね。かなえちゃん、分かってくれたか。ほんまに君はええ子やな。これからもうちをよろしくお願いします。ええ子やな、普通に。足細い。はあ、やっと片付いたか。苦労が増えますね、マジモさん。左目ないのにな。左目は、どうしたのかな。書かれるのかな、今回で。そういや、さっきのボケーとしとったボーイ、あいつもあかんな。ちょっと様子見に行くか。あのボーイ、ああ、これこれかな。なんかあったんか、ボーイ。なんや、景気悪そうな顔して腹でも痛いんか。あ、しがいに、その、故郷の妹から手紙が来まして。まあ、プライベートなことをね、仕事に持ってくるのはいけないって言いながら僕もね、そんなプライベートをね、仕事に持ち込みすぎですけどね。はお、何が書いてあったんや。それが親父が病気になったって入院させて手術を受けさせてやりたいんですけど、50万もかかるらしいんです。けど備え大金持ってへんから。そうやったんか。店長に給料の前借り頼んだらどないや。俺実は前にも別のことで給料前借りしてて、それでまた50万も前借りなんて頼んだらクビにされてしまいそうで。しゃあないやっちゃの。ほな俺が貸したる。これは大丈夫なんか。けどそんな歯並び悪くない。かまへん。金は稼げばまた貯まる。けど人はちゃう。一度いななってしもたら、そう簡単に取り戻すことはできへん。ちょ、人格者なんだか。しがいに。せや、故郷には長いこと帰ってへんのとちゃうか。ついでに休暇もやる。いっぺん実家に顔出したき。ありがとうございます。人格者すぎる。今大事なのは店を回せ、とにかく売り上げを上げることや。そのためならいくらでも店に切ったる。なんかあるのかな、マジで。さて、スタッフの問題を片付いたか。次はホールの様子でも見に行くか。ちょっとやりて、惚れちゃうわ。視界にあの問題が。今度は何や。全部タダで飲めると分かって、むちゃくちゃな注文してくるお客さんがいてるし。だる。第一級のヴィンテージワインをはじめ、ブランデーやウイスキーなど一点物ばかり、全部で400万はいってます。素晴らしいですね、それは。とにかく高い酒飲んだろうっちゅう感じやな。こういう時人間の品性が出るの。まあなあ。でもなあ、俺も絶対なんか普段頼まないフルーツ盛り合わせとか頼んじゃいそうだからね。さすがに止めないと。案内せえ、どこや。こちらです。ちょ、ひっきりなしだなあ。これを全部問題解決してんの、真島さん一人で。パネーあ、ムービー。こんな大事な場面まだ頼んだの来ねえのかよ。ああ、
本当に態度が。てか、そんだけ飲んでてそんなに酔ってないの？どうしました？なんでもあらへん。え？なんでもあらへん。なになに？知り合いもしかして？知り合い。お楽しみのところ失礼いたします。ん？なんだ？やっと持ってきた？誰？お誰？あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。あれ、さっきの酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。あれ、さっきの先生。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。やっぱなんか真面目だな。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。いやー、頭下げるな。え、さっきの先生。しょうがねえな。え、他ならぬ支配人さんのお願いだ。え、僕ない？全然覚えてないけど、もう全然覚えてないのよ。もうこの間に結構引き立ってるから。ちょっくら言ってくるよ。うん、唇触んな、気持ち悪い。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。やっぱま、さ、参りましょう。いや、待って、イケボなんだが。あいよ。え、見たことあるな。誰だ？え、てか先生じゃないの？メガネ取った。違う？あんなひ弱な先生がこんな表現することはないのか。繁盛してるじゃねえか。急に白いな。ついこの前までカンコドリが泣いてたってのにな。あ、やっぱ知り合いか。先生じゃなかったな。変われば変わるもんだ。結構上から落とすね。何しに来たんや、佐賀。え、焚き火？そう邪険にすんなよ、マジマちゃん。何運んできたん？ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。ああ、手際いい。仕事だ。手際いいな。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちょっとは行儀をしてくれんか。あ、タメ口だ。タメ口だ。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。嫌いなんかな？嫌いっぽいな。いや、俺も真島さんにライターで火つけて、俺がつけて。うぜ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。真島さんと桐生さんってモデルいないんだよね。モデルいない割にすごい。なんか客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって自分でそうは思わねえの？あ、やっぱ極論なんだ今でも。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや、女だって随分寄ってくるだろ。身につけたんかな、このために礼儀作法みたいな。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。今空いてた、ちゃんと。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。まあ、でも得てしてそんなもんだよな。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。イケメンだな、真島さん。これはお前への罰なんだからな。あ、やっぱまあ、なんかもともとちゃんと極道で何かやらかしたみたいな感じなんかな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。え、島野？そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや。オーナー。オーナー？何の？島野ってなんだ？え、この時から。何だめだろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺にはわからないよ。いや、答えろよ。お、え、五代目本見連合直系。早いね。佐川組組長。あんたに分かってもらう必要ない。大見連合か。え、島野って何？島野って。どういうことなの？マジで。あ、金かき集めるってことか。
この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。ノルマの1億。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。島野の親、さあそんな約束したっけかな。お、殺せこの件で冗談は通じひんぞ。ダメだ、あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。あ、おのれ。え、ダサいもの。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。てかこの人組長なんだ、全然見えないな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。うわ、嫌なやつ嫌なやつ。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろ。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。いや、ちょっと全貌がつかめないな。全くわかんねえ、どういうことなんだろうな。上等や、5億やろうがないやろうがなんぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやってるわ。ちょっと何でも。そのルーツとかが気になるな。それが殺しでも。なんだと。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。真島さんどうするの。冗談だよなあ。もう、いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。そういえばさ、近江連合にさ、この佐川とかいうやつちょっと聞いてみたかっただけだから。いなかったよね。引き続きよろしく頼むよ支配人。ってことはこのゼロで死ぬんだなこいつね、そういうの分かっちゃうからね。2先にやっちゃダメだったかもしれんな。ここのホステスにノリコっているだろう。ノリコ、昭和の。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。こいつマジでヤバいの。本人にはもう伝えてあるからこっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。マジでヤバいな。軽めのやつね、うん、軽めのやつ蹴ってね、盛大に吹っ飛ぶからストレス発散っていうね。わかるわかるさっきまであったそのコーヒー。何のコーヒーなの。従業員用かな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。そうなんだよな。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。そんなになんだな。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。蝶ネクタイ似合わないね。でもこれからどうすれば。真島さん、蝶ネクタイ似合わないね。ねえねえ、なんで蝶ネクタイに。落ち込んどる暇もあらへんな。なんで蝶ネクタイにしたの。最近真島さんね、よそでイケとるホステス言うたら誰や。やっぱキャバ嬢の支配人といえば蝶ネクタイなのかな。よその子でしたら。そうですね、アスカキララかな。オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。のぞみちゃんか。そうか、俺の中学校時代にね、1年ぐらい片思いしてた女の子も、のぞみって名前でしたね。あの支配人、どちらへ。え、決まっとるやろ、のぞみをうちに引き抜く。やばいことするなこいつ。ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって、まあ、目つけられそうだよな、そんなことしたら、ね、夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないや。
店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。店長めっちゃいい人そうだな。ちょ、店長に惚れてきちゃった俺。急に。お主。そこのお前。なんだ。長靴に手袋に、なんか見たことあるな。あれ、なんか見たことあるぞ。お前がそこのグランドとかいう飲み屋の主人じゃない、はい、いやそうですね、そうですね、やはりそうか。歩き方一つとっても隙のないいい動きをしておる。どういうこと。失礼ですがあなたは。何今のって。千住観音かな。メルエルに、え、メルエム、メルエムに左手いっバーンってやられた後の千住観音かな。ハンターハンターわかる人います。わしは小牧染太郎と言います。ああそうですか。とある武術を継承し今に受け継ぐものじゃん。あ、え、こいつさ、その極み2か極みでさ、あの桐生ちゃんに武術教えてたやつじゃん。武術やと。わしは最近戦いぶりに衰えを感じておったな。腕試しに東京を離れて武者修行に出てきておる。じゃが近頃は飲食の時代などといって皆贅沢の限りを尽くしとるせいか何かに飢えている男がおらんのじゃ。はあ、なるほどね。まあバブルの時代に飢えてるやつはおらんもんな。そんな折グランドという飲み屋に腕の立つなかなか面白い男がいるという噂を聞いてな。まあ元ヤクザですからね。あの当店をご利用されたことは。長靴気になるわ。何を申す。おなごを何侍。おなごをはべらせたかな。酒を飲むなど堕落の極み。あるわけがなかろう。堕落の極み。なんや、うちの客とちゃうんか。なら大事に扱う必要もないな。おう、真島さんに戻った。てか真島さんを操作できるのいいな。で、その武者修行をしとるおっさんが俺に何の用や。お主にその何かに飢えた様子。最近し合ってきたものとは格別。ん、最近し合ってきたものとは格別じゃ。わしと手合わせてんのか。よくわかんねえや。手合わせ、あんたと喧嘩せえっちゅうことか。いかにも。お主にはまだ強さが眠っておる。その才覚、眠らせたままにしておくのは惜しい。まあな、真島さんはそれは強いわな。アホくさ、一文の得にもならん話すんなや。俺は今忙しいんや。商売人の皮をかぶっても無駄じゃ。わしにはわかる。そんな真っ当ななり合いをしていても、お主の中におる鬼は全く満足しておるまい。あ、ここで鬼とか言ってるから、あの極み2であのなんか般若みたいなお面かぶったやつ出てきたの。その鬼を満足させる方法はただ一つ。それは強者と戦い、うちに秘めた闘争本能を解き放たせることじゃ。至極真っ当なこと言ってるな。で、あんたがその強者って言いたいんか。至極真っ当なことっていうのは煽りですよ。そういうことじゃ。これで拳を交わす理由は分かったな。それでは喧嘩を押し売りさせてもらうぞ。話の通じんおっさんやな。まあこっちも暴れたい気分だったとこや。場所変えさせてもらうで。ふむ、まあ良いじゃろ。まあ暴れたい気分だわな。さっきあんなことになってればな。うわ、ムービーあんのかこれ。あ、ムービーないんかい。綺麗だな画質。ムービーじゃないにしては。ここならええやろ。ふむ、やけに素直にしたかったの。どうやらお主もなかなか人に言えん事情があって実力を隠しておるみたいじゃな。はーん、そんなもんかね。その眼帯ってさ、あ、うざくないんかな髪の毛。じゃが拳とは刀のようなもの。鞘にしまったまま錆びつかせてしまってはいざという時抜くに抜けなくなってしまう。うまいこと言うな。ひげ左にずれてない。オナニーみたいな感じ。あのマスターベーションのしすぎでね、あのチンコが右に曲がるみたいな、そんな感じ、うん、この動画女性もある程度見てるからやめなさい。どうじゃ、たまには思う存分拳を振るってみるのもいいのではないかね。まあ、拳を振るっていうのがね、まあ、どういう意味か分かりませんけどね。まあええやろ。相手がしわがれたおっさんちゅうのがどうにも気になるところやが。安心せい、峰内じゃ。ノンスタイル。衰えたとはいえまだまだ若い者には負けぬ。全力でかかってまいれ。筋肉全然ないけどな。狭ー。何の観光客な、その。喧嘩しさりには容赦のない攻撃が織り交ぜられています。おー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 、殺したで。もう完全に殺してるやん。ほら、締め落としてやるぜべき。いや、頸椎損傷の大怪我ですよ。ほらーい。うわ、今の顔はダサいけど、さっきの顔めっちゃかっこよかった。今の顔ダサいけど。
ふむ、わしの目に狂いはなかったようじゃ。お主はいつかわしを超えるであろう逸材じゃな。やっぱ本気じゃなかったんか。おっさん一体どんなことをして生きてきたんや。かれこれ数十年素手でのみの戦いで命のやり取りを繰り返してきたんじゃ。刀や拳銃を出してきた輩もおったかの。本当に何をしてきたんだお前。本当にこんな安全な日本か。俺はこれからもっと強くなれるんか。兄さん、強くなることに興味をお召しの胸。もちろんじゃ。現にお主のうちにも変化があったじゃろ。わしはお主と手合わせし全盛期を取り戻す。お主はわしと手合わせし未知の強さを得る。どうじゃ、悪い取引ではなかろう。あー、この米木ってやつが真島さんの指南役で、あの変な、なんだろうな、外国人の方が、あれか、桐生ちゃんの指南役か。ああ、そうやな。わしはしばらくこの町をうろついておる。しかるべき時にまたお主の前に現れるじゃろう。わかった、待っとるで。スーツで戦ったん、真島さん。全然乱れてないじゃん。すごいな。妙なおっさんに絡まれてしもたが、早いオデッセに行って望みを引き抜かんと。オデッセは福町長やったな。まっすぐ店まで向かってもええけど、その前にちょっとばかし情報を集めたいの。できるだけ街のあちこち歩いてオデッセンとこ知っとるやつから話聞いてみることでしょうか。なるほどね。話聞くやつね、これ。これどうやって抜けんの望みか。昔ね、僕が好きだった女の子に望みっていう子がいたんですけど、まあ、中学生の頃ですかね。1年間ぐらい片思いしてたんですけど、まあ、最後のね、夏休みぐらいにね、告白してね、見事に振られましたね。うん、まあそりゃそうよね。相手には彼氏いましたからね。彼氏いるっていうのは分かってる僕はね、やってますからね。で、振られて、その時が初めての俺告白で、人生初めての告白で、初めて振られるじゃん。で、夜寝ながらさ、俺初めて振られたんか。なのになんか泣いてないな、みたいな。初めての告白で振られた時ぐらい泣くかって、なんとなく心の中で泣くかって決意した瞬間、ブワーって涙溢れてきたっていう思いであります。まあ何の話って話かもしれないんですけど、こういう話良くない？こういう話いいでしょ。ね。はい。